テレ東。政府の観光支援事業 GoTo トラベルを通じた利用者は9月末までに2518万人に上ることが明らかになりました。宿泊旅行の割引額は少なくとも1099億円に上るということです。総予算はおよそ1兆3500億円となっていて、来年1月末までの旅行が対象ですが、延長される可能性もあります。1万5000円未満の宿泊旅行が全体のおよそ8割を占めていて、赤羽国土交通大臣は価格帯の高低にかかわらず幅広く利用していただいているとしています。2021年8月決算で過去最高益の見通しで、これは税金を使っての支援の必要はないのではないかという声もありまして、そもそも GoTo の、 この観光産業支援というその考え方から当てはまらないんじゃないかという批判もあるんですけれども、ただその地域に今言われたようなお店があったりとか、コンビニエンスがあったりとかっていうことについて、やはりそれを排除するっていう、まあ、なかなかその線を引くことでは難しいと思いますし、まあ、そこはあまりそこのじゃあどの店をどうするのかっていうような 話っていうのは、今回取らなかった、まあ、そうしたご批判はあるかもしれませんが、私はまあ今の現状の方法っていうのは、まあ、やり方っていうのはやむを得なかったんじゃないかなと、まあ、そういうご指摘はしっかり甘んじて受けたいというふうに思います。一方、野上農林水産大臣は飲食業界の支援策 GoTo イートのポイント付与事業について、今月9日までの9日間で延べおよそ558万人の予約があったことを明らかにしました。 GoTo イートは予約サイトを通じ、昼食で500円分、夕食は1000円分のポイントがもらえるもので、今回実際に予約に応じて利用されれば、ポイントの総額は49億円分になるということです。総予算は616億円が確保されています。